岸田総理は休んでも怒られ、休みに勉強しても怒られ、えらいこっちゃでというショート動画を出したんですが、意外に3000再生もしててびっくりしました。ショートで跳ねる話題と動画で伸びる話題にはズレがある印象ですが、動画ブログにしたらどうなるのかを実験する意味もあり、もう少し詳しくご紹介してみようと思います。まずは国民民主党玉木氏より、夏休みを取ってる場合じゃないという話があったようです。玉木雄一郎、ガソリン、電気代の支援を少なくとももう半年延長することを速やかに決めるべき。岸田内閣のやっていることでいいことは応援するが、とにかく判断が遅い。エネルギー価格高騰対策の支援の延長を今日にでも決めるべき。夏休みで休んでる場合じゃない。予備費でも対応可能なので改めて求める。とのことです。この発言を知ってか知らずか、8月11日より夏休みに入ったとのことです。岸田総理、今日から夏休み。来週後半の外交日程に備え、英気養う。岸田総理大臣は11日から夏休みに入り、午後書店で本を購入しました。来週後半に控える外交日程などに備えて、英気を養うことにしています。とのことです。そして、休日中に勉強しましたという趣旨のツイート、X をされました。本日は夏休みを活用し、東京大学松尾研究室の松尾教授と研究室の皆さんの生成 AI 大規模言語モデルの特別講座を受講してきました。生成 AI の動向を伺い、自らの手を動かしてプログラムの基礎を習い、コンペティションを行っていただき、教えを受けることができました。ありがとうございました。とのことです。これは松川るい議員のエッフェル塔炎上も意識してのつぶやきかなと勝手に思っていました。しかし飯山かり氏よりこのようなつぶやきが、僕ちゃんお休みの時だって勉強してるんだもんかん、とのことです。この流れを見て、休んでも怒られ、休みに勉強しても怒られ、えらいこっちゃでとショート動画にしたのでした。これは玉木氏も飯山氏もそれぞれの立場考えから批判されているので、それらの発言を批判しているわけではありません。総理は休日予定が報道されるイコール叩かれるという職業なんだなと思いました。ちなみにショート動画にいただいたコメントがこちらです。少しでもパフォーマンスしようというせこさがにじみ出てるからね。他にすることあるだろってこと。ガキじゃねえんだから大人は結果で見られるんよ。いちいちつまんねえツイートあげるんじゃねえっていうことや、何をしても怒られるくらい日頃の行いが悪すぎるから当たり前というか自業自得だと思いますけどね。勉強してるってことをいちいちアピールする必要はないというものでした。どれも一理あるなぁと思いましたが、根底には岸田不信があるように思いました。NHK によると、岸田政権の支持率は過去最低水準とのことです。岸田内閣支持する5ポイント減の 33%、内閣発足後最低水準に。NHK の世論調査によりますと、岸田内閣を支持すると答えた人は、先日の調査より5ポイント下がって 33% だったのに対し、支持しないと答えた人は4ポイント上がって 45% でした、とのことです。少なくとも支持率が落ちているときに総理の休日に絡む発言は、たとえ休日中に勉強というものでも火に油を注ぐことが分かりました。高支持率のときは違うのかも検証してほしいところです。健康くんが休みって言ってもチャンネル閉鎖って言っても誰も気にしないだろうね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。